アンと馬場さんが常に考えていた明るく楽しく激しいプロレス、ジャイアント馬場一周忌追悼大会におきまして、全日本プロレス初の試みとなります。10人参加の小川吉成、まず先陣を張って出ましたのは小川吉成です。まず最初にこのリングに上がったのが小川吉成、世界ジュニアのチャンピオンでもあります。そして今場内にはマンガケアボスマンのテーマが高らかに鳴り響いております。リング上に待つ小川、そして今ゆっくりとマウナケアボスマンがブルーのマットに歩み寄ってまいりました。ボスマンがコールされました。特別レフェリーのザ・デストロイヤーさんが指示しまして、今12人参加時間差バトンロイヤルがゴングが打ち鳴らされました。まずは小川とボスマンの一騎打ちになります。この時間差バトンロイヤルは12人参加、この2人の他に2分おきに1人ずつの選手が入ってくるという展開になります。放送の解説は竹内康介さんです。竹内さん、はい、それにしてもまた斬新な面白い試みですね。このバトンロイヤルの中で最も面白い試合方法ですよね。今はリング内は小川とモスマン、その後に残り10人の選手が入ってくるわけなんですが、さあ決めにかかるか、バックドロップ、早くも小川が4の字で丸め込んだ。さあデストロイヤーがカウントを数えます。カウントは2です。ちょっと今そのカウントにですね、今竹内さんこれは抗議してるわけですねちょっと今場内は今デストロイヤーコールになりました。なかなかいいレフリングですね。そうですね、このリング上の特別レフェリーのザ・デストロイヤーさん、そしてサブレフェリーといたしましてマイキー・ノイメ、そして西永、この3人のレフェリーによって試合は裁かれてまいります。最初の2人、小川、モスマンが今場外戦になっております。今場外でマイティーの西田がリング上からデストロイヤーが早くリングに戻るようにという指示を言っております。さあ間もなく30秒しますと3人目の選手、淵正信が入場してくるということになりますが、武井さん、これがですね、人数が増えるごとにリング上は混戦模様になってきますよね。もう次からこんな変則タッグ状態ですからね。あ、飛びついた、飛びつき DDT、 額から落ちました。カウントは2です。さあ残り10秒となりました。この2人でまず決着をつけるということはどうやらなさそうです。あ、今場内は淵正信のテーマが出てきます。さあ今リングの中に一歩向かおうという淵正信です。場内大きな拍手が今一段に出てきました。さあ淵に突っかかっていったのはモスマン、そしてニュートラルコーナーでは小川が今2人飛んでいる状態です。さあ武井さん、ここからが見どころですね。さあこれであと小川がどっち側につくかですね。そうですね、今淵とモスマンがやり合っているんですが、小川がこれをちょっと今これ静観しているという感じ状態ですね。そうですね、さあ入ってきました淵が元気よくこのモスマンに攻撃を仕掛けて場外に落として、さあ小川も狙いますね。小川狙います。小川と共闘はしません。いやー、淵にしますと、まあ、一気にもうこれ2人を相手にするということになりましたね。この辺りが淵のしぶとさうまさでしょうね。そうですね、あ、今顔面ナックルパートで小川をフラフラにしました。場内一斉に淵コールです。あ、そして踏みつけます。いや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 、淵がもうこの3人目、まあ、若い番号での入場なんですが元気いっぱいです。さあ今場外からモスマンが入った。あ、そのモスマンも蹴散らさんと、いや小川が来ました。さあここで小川とモスマンが手を組みました。ダブルで淵をロープに飛ばしたクロスラインです。あっとここで淵がタイムです、タイムをかけました。タイムというのはないわけなんですけれども、さあ次の入場まで30秒、4人目の選手は橋誠なんですが、その入場まで残り30秒となりました。あら、今竹内さん、また淵がちょっとブレイクしてますか。こんまいですね、そしてずるいですよね。そうですね、今場外はぐるぐる回ってスタミナを蓄えているんでしょうか。さあそれを見て淵が今リングに上がった、すかさずカバーに入ります。あっと、そういう美味しいところは取らせないと、小川がすぐさまストンピングです。残り10秒切りました。あっと、テーマが入りました。さあ青コーナーから入ってきますのは橋誠、
初めヒトップの橋誠が入って、さあこの橋がどちらにつくんでしょう。おっと橋は入っていきなりモスマンにやられています。武井さん、このあたりは一番若い人間をまあ最初に攻めておこうというところなんでしょうか。私はね、モスマンはね、むしろ自分のね味方に引こうかと思ったんですけどもね、はいはいはい、攻撃を仕掛けましたね。そうでしたね。さあリングの中は今橋と小川の一騎打ちになりました。それを淵とモスマンが、まあ、静かに見ているという状況であります。特別レフェリーのザ・デストロイヤーがこの戦況を見つめ、そしてさばいております。まあ、こうやって人数が4人、5人、6人と増えていきますと、ある意味こうお互いに協力し合ってですね、一人でも数を減らしたいところですよね。やっぱりそもそも自分の味方を作っていかないとですね、なかなかやっぱりその勝ち抜いていくことは難しいですよね。そうですよね。さあ小川が振ってモスマンのキックが待っていた前のめりに倒れた橋。さあこの後どうするか。この3人は小川、モスマン、そして淵です。橋はそろそろ味方が欲しいところですよね。欲しいですね、欲しいですね。飛ばされて、ああこれはちょっと四面楚歌と申しましょうか、3人に取り囲まれてしまっている橋誠です。なんか4人のこの距離感というのが高橋さん、どうも微妙ですね。なんかお互い牽制し合ってますよね。そうですね。さあ5人目の入場まで残り30秒を切りました。小川が橋を抑えて、ご覧のように顔面を引っ張っている淵正信です。さあここで、ただこの橋は頭が硬い、そのあたりはよく知られているところです。逆水平打った。5人目で入ってくるのが金丸、残り10秒を切りました。うーん、この次入ってくる金丸が橋の味方になるんでしょうか。なんとも微妙な情勢。さあテーマが何に来た、ドンキック、赤コーナーからは、さあ金丸が走ってきた。金丸が復活を終わりました。金丸が入って、ちょっと金丸はこの戦況をまだ掴みかねている状況です。さあ小川と金丸、そして淵とモスマン、橋が1人という状況。ニュートラルコーナーに振って、まだ今5人入ってきているんですが、武井さん、誰もまだフォールは許してないですね。そうですね。それとですね、やっぱ入った瞬間この戦況を読むことがまず一番大事なんですよね。今金丸もちょっと躊躇したね。やっぱり誰が攻められて誰が誰とかと組んでるか、この辺りによってやっぱり自分の戦況が随分変わってますからね。ですよね。金丸が今小川にトップロープ越しにこう攻撃を仕掛けて、淵とモスマンが今やり合っている。ここは橋がうまいんでしょうか。ニュートラルコーナーを背にしてどの戦いにも加わっておりません。ああ、フチは逃げに入ってますね。そうですね、フチは今ちょっと休憩でしょうか。ジャイアント馬場一周期記念大会であります。この会場の中にはジャイアント馬場さんの家がこのブルーのマットを見つめております。まあ、明るく楽しく激しいプロレスを標榜したこの全日本プロレス、その明るく楽しい部分、当然激しさもありますが、馬場さんもきっとこの試合を楽しく見ていることでしょう。さあ、川に入って、まだフォールを許しません。ちょっとこの特別レフェリーのデストロイヤーさんに文句をつけるシーンがちょっと多いんですが、まだこの5人の選手は入場して誰もフォールは許しておりません。やっぱりまず小川がちょっと疲れ始めてますよね。そうですかね。次の6人目の選手の入場まで30秒切っております。さあリングの中央、パワーボムの体勢で追っていきます。ハンド、ちょっとお尻の大部分が見えてまいりましたが、この辺りはちょっと足は、まあ、この辺りが一番このテーマ作品になってもタリツボー、青コーナーからもうタリツボーが堂々とこの1年で進んでまいりました。地方内最高のコーナー、またまたうるさい男が出てきましたね。さあここまで来ますとですね、タリツボーだった役役紹介といういつものコーナー、さあ淵が使った。やはり当然のようにいつもの戦いがあります。淵はもうタリツっかかった。またコールに包まれております後楽園ホールであります。さあ今6人になりまして、それぞれが淵と桃田、小川と橋、そして金丸とモスマンという構図。ご覧のように淵がずっと顔面を踏みつけております。おっと今これで淵がまたブレイクとります。さあ今度はあと今淵が放送席の前、何やら苦しそうな表情で我々にアピールしておりました。さあち
トップの乱れ打ち、チャックの乱れ打ちが始まりました。場内が竹内さん、これはまたいつにない盛り上がりになってまいりましたね。そうですね、これやっぱり一番元気のいい人間を潰すか、あるいはですね、もう疲れ果てている人間を潰すか、この辺の判断も難しいところですよね。それから日頃の人間関係も出ますね、これはね。当然出ますね。そうですね。さあ入り乱れてスリーパーホールドを持つのは、そしてコーナーに追い詰めていくのが金丸。次の7人目が入場するまで残り30秒を切りました。もう上がっていきます、もう上がっていった、連続直行を打っていきます。そして今青コーナーを背にしてボスマンがスリーパー、あ、小川が目つぶしです。小川が目つぶし、今もうこれはですね、サバクレフェリーのデストロイヤーさんもこれは大変な作業になっております。リングをくまなく見なければなりません。さあ8人目の7人目の入場まで残り10秒切って、あーテーマが鳴り続きました。赤コーナーから入場は丸藤直道、まだ一人もコールされていません、まだ一人も脱落しておりません。さあ入ったなり、いきなりトップロープから、あーコーナーに飛んだ、さあカバーに行った、カバーに行った、全員が追いかぶされ、カウント3、最初の脱落は小川義成、いきなり入場した丸藤がボディアタックしてやったりですね。これはですね、まあ、アンタッチャブルという一つのメンバーの構成員ではあるんですが、ちょっと小川は納得いきません。小川はね、当然自分の味方が来たと思ってですね、一気に気を付いたんですけどね、その裏をかかれましたね。そうなりました。最初の脱落は小川義成、しかも同じアンタッチャブルの丸藤に丸め込まれるという意外な展開になりました。さあ距離脱落しました、リングの仲間6人です。いやらしい攻撃をしてますよ。えげつないですね。さすがにこのデストロイヤーも、レフェリーのデストロイヤーさんも止めに入ります。ご覧のように今リングの中は6人の選手、砂漠レフェリー、特別レフェリーのザ・デストロイヤーさんです。さあモスマンが、モスマンが金丸を抱えた、バックドロップだ。さあカバーに行けるか、いや誰も行けません、誰も行けません。この辺りはどうなんでしょうか。ちょっとこの中に置きまして、人間関係が微妙になってまいりました。次の8人目の入場まで30秒を切っています。次の8人目は森島になるわけなんですが、こういうコブラの攻め方もあるんですね。そうですね、複数の人間でぐいぐい締め上げました。いやこう見ますとですね、やはり縁当たりはしぶといですね。なんか残りそうな嫌な予感がしますよね。そうですね。ちなみに淵正信は3人目での入場でした。さあテーマが鳴りできました。8人目の入場は森島たけしです。このコーナーの奥から入ってまいりました。タレマルをボディスラムしたのはモータ。さあモータの、あと、いやストンピングで、お、森島が入りました。今その前にですね、竹内さん、はい、橋のカバーをみんながカットしましたよ。そうですね、あれはどういうことなんでしょうか。何の狙いがあったんですかね。モータがカバーしたんですが、みんなそれをストンピングでカットしてしまいました。これまでのところ脱落したのは小川義成ただ一人であります。会場の中からはジャイアント馬場さんがこのリング上入り乱れている12人参加の時間差バトルロイヤルをさらくは楽しく見つめていることでしょう。さあモータの集中攻撃は森島と丸藤、この辺りは日頃のまあ積もり積もったものがあるんでしょうか。モスマンも困ってますね。あれ、あ、カレオロも来た。そしてあー、フチも今度は場外からエプロンから、うわーこれはきつい。なぜここまで桃田が嫌われましたかね。なんですかね。いやー桃田が一人集中砲火を浴びております。ちょっとこれは意外な展開。森島丸藤あたりはまあちょっとスカッとした表情というんでしょうか、なんとも言えるいい表情をしておりました。さあそして今度は攻撃の的が橋に移っています。橋を相手に丸藤、あーとヘッドバットだ。しかしどうしてもこの頭の硬さは橋です。さあ次の9人目まで残り30秒を切っています。いや武井さん、ここまでまだ1人しか脱落していないってちょっと意外じゃなかったですか。しかしね、勝ち抜いていくためにはそろそろリングの中を整理しておかないとですね、戦いにくくなってきますね。そうですよね。まだこの人間関係といいましょうか、その線引きというものははっきりしておりません。ボディスラムして、さあ今度は森島が抱えます。とにかく試合前の練習風景を見ているかのようなボディスラムの共演であります。さあテーマソングが出てきました。このテーマは菊池です。
コーナーから菊池が出てまいりました。陸上はそのカップをひたすらにボディスラム。さあ、ボーダーカバー、ボーダーカバー。いや、どうしてこうモーターがカバーに行くとみんなでカットしてしまうんでしょうか。やっぱり桃田狙いなんですかね。なんか不思議な光景ですけれども、さあリングの中には菊池が入りました。今ニュートラルコーナーに丸藤がトップに立とうというところです。ボディスラムを打って、さあトップから丸藤が、あーと丸め込んだ、ローリングクラッチホールド。森島脱落、とっと返すかのでまた丸めた。丸藤も脱落であります。ローリングクラッチをめぐりまして、森島そして丸藤、この2選手がほぼ同時に退場となりました。このバトルの場合ね、ホールの仕方もよっぽど考えていかないとですね、自分が抑え込まれるケースもありますからね。そうなんですね。さあ、三度桃田がカバーに行きますが、なんでなんでしょう。さあ、この辺りでちょっとファミリー軍団対役役紹介という構図も少し見え隠れしてまいりました。菊池が入って、また別のテイストがこのリングの中に持ち込まれています。バックドロップ、バックドロップ、あとカバーに行かれたのはモータだ。スリーカウント、なんとなんとか、菊池さん、桃田でしたよ。いや、この辺りまで来たから、淵がね、自分は戦わないでね、選手を非常にまコントロールし始めてますよね。そういえばそう、淵がこうやって赤コーナーでリングを背にしてるんですね。もうほとんど戦わない状態ですよね。そうですよね。これで小川、桃田、丸藤、森島、この4人が脱落しています。リングの中に目を移しましょう。現在6人います。桃田が脱落しまして、あー、ラッシャーです。ラッシャーのテーマが鳴り響きました。場内もこのラッシャー、黄色のテーマを立ち伸びていたかのように大きな歓声。さあ、気合十分、入念に体を動かして、ラッシャー木村がリングに向かってまいりました。10人目の登場はラッシャー木村であります。リング上は6人です。ラッシャー木村、淵正信、菊池剛、マウナケアボスマン、金丸義信、橋誠。あっと、入場からいきなり邪魔されました。また淵ですよね。そうです。いやー、このバトルロイヤルにおける淵のやらしいこと、やらしいこと。さあ、まず組み合ったのが菊池と橋。こうなってきますとですね、まだちょっと股間を押さえているラッシャー木村なんですが、悪役紹介が淵、そして菊池といます。そして、おっと、今桃田が今エプロンからリング内のラッシャー木村に知恵を授けたと申しましょうか、なんかアドバイスを送っている姿が見えました。さあ、今、うわっと、来た。このいつもの音は変わりません。菊池、場外に、場外、ほら。さあ、場外に落として、次の11人目、次は永遠なんですが、その入場まで30秒切りました。さあ、マイクを手にした。うわー、響いた、連発で打った。場内にこの音が響きました。橋はダウンです。橋はリングの中に戻れるんでしょうか。さあ、ちょっとリングの中は少し静かになりました。永遠の入場まで10秒。さあ、なりました。ケンさん、あるべく真実登場という顔になったそうで、お待たせしましたね。さあ、永遠です。永遠が入ってまいりました。また場内が一層にぎやかになってまいりました。すでに桃田が脱落しておりますので、リングの中で永遠桃田が絡むということはないんですが、場外で激しくやり合っております。あーっと、さあ、ヘッドを打って、ツバが、これはおそらく細かいミスト状になって、桃田の顔面にヒットしてるが、さあ、いった、エプロンサイド打った。なんかこうリングに上がる前から乱れ打ちというこのエーゲンのツバなんですが、さあ、混沌としてまいりました。ちょっとこのカメラのレンズもツバで曇っているという感もありますが、さあ、エーゲンがリングの中に入りました。
最初に突っかかっていったのは橋、コーナーに振って、なんか橋が困っている感があります。菊池が、そうですね、これで淵永元、菊池と悪役紹介は3人揃っています。なんかずるい司令官が2人になったって感じですね。そうですね。さあ12人参加のバトルロイヤルなんですが、残り1人は滋賀健太郎になります。その入場まで30秒を切りました。さあ今この木村、淵、そして永元、この3人が何やら不穏な空気が漂いつつあります。顔面をあっと鼻っ柱をかきむしって、さあ指を使っています、指を使っています。さあ12人目、これが最後の入場になります。滋賀健太郎です。この滋賀の入場をもちまして、全選手がこのリングの中に集まったことになります。さあ永元も、永元も集中砲火、滋賀健太郎、そして足誠、この2人によりまして永元に集中砲火。さあバックドロップ、あっとすごい角度のバックドロップだ。モスマン、菊池、そして金丸、一斉にカバーして橋が脱落です。橋がバックドロップで退場、逆水平を打ちます、ヘッドバットを打ちます。さあリングの中を整理してみましょう。永元がいます、菊池がいます、そして木村、菊池、志賀、モスマン、金丸といます。モスマンは最初の小川との一騎打ちからずっとこのリングの中に残っているというわけで、モスマンもだいぶこの中では生き残ってますね。モスマンと淵が長いんですよね。長いんです。さあ今ラッシャー木村と永元、その後ろから淵、あたりはいつものファミリー軍団対悪役紹介、そういう構図が見えつつあります。逆線打ちます、エル打った、このあたりはちょっとファミリー軍団のラッシャー木村は分が悪い。悪役紹介3人の集中砲火を受けています。画面た、いやこれは心情的にはラッシャー木村応援したくなりますね。そうですね、もう3対1状態ですからね。おっと、はい、押し合いきましたね。滋賀がカットに行きました、滋賀が救出に行きました。ラッシャー木村を救ったのはなんと滋賀。さあ入り乱れてまいりました。木村は一人で狙われる展開、それを救ったのは志賀、ただ今ちょっと静観している状態、距離を取っています。さあジャイアントスイングに持っていくのか、さあ今手につばして力を込めます。回るか、一気に回すか、永遠があるか、さあ回った、ジャイアント馬場さんが見つめる中、この後楽園ホール、永遠遥がラッシャー木村を回しました。さあ一斉にカバー、2人にカバー、一気にカバーだ、2人とも一気に脱落。永遠そしてラッシャー、この2人がジャイアントスイングで埼玉リングを離れることになりました。やっぱりこうみんなが見つめている状況の中で2人が戦うというのは最も危険な状況ですね。そうですね、そうでしたね。確かにそのジャイアントスイングを回している間、ま、全員がずっと見ておりました。さあもう一度リングの中を整理しましょう。残っているのは5人の選手です。最初から残っているモスマン、そして淵、菊池、金丸、そして滋賀健太郎です。このモスマンが最初の小川との一騎打ちから残っています。あっと今永元が何やらこのカメラに向かってアピールしております。あ、今モスマンがですね、デストロイヤーもなんか味方に引き込ましたね。レフェリー、特別レフェリーのザ・デストロイヤーさんをちょっと味方につけて、おっと、いや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 、なおっと、今淵はファイティングポーズをデストロイヤーさんに向かって取っています。場内はデストロイヤーコール、そして、まあ、バーニングの志賀金丸は今2人して静観です。さあモスマン、そして菊池、なんとも言えない微妙な距離感、緊張感があります。さあ今度は志賀、一番最後に入ってきた志賀に2人がかりの攻撃、そしてモスマンが金丸をロープに振った、キックが入った、ズバッといった、まだカバーにはいけません。さあ金丸がまず捕まってしまうのか、
ボディスラムで抱え込めた。こうやって一人でホット。さすがこの辺りはバーニングの結束です。丸め込んだ、丸め込んだ、スモールパッケージホールド。菊池がカバーされています。志賀も危ないぞ。志賀逃れました。いや、竹内さん、この辺りうまかったですね。早かったですね。あのままカバーしてって危ないですよね。そうなんですね。ここで菊池が脱落になりました。残りは4人です。菊池が促して、もうリングを降りるようにということで、さあ4人です。おお、モスマンに引っかかりました。3人の、いや志賀は、おお、志賀は果敢にも縁です。竹内さん、これ意外でしたね。今やっぱり志賀金丸組ですかね。うん、このバーニングの2人で自由を決しようというんでありましょうか。12人参加、時間差バトルロイヤル、25分が経過しています。さあ、志賀と金丸の2人がそれぞれ分かれて、この縁、そしてモスマンを相手にしています。飛びついた、ストーシダース。このバトルロイヤルの中にあって、こういう技を出してまいります。見せますね。そうですね。さあ、2人がかりだ。ドロップキック、カバー逃げるか。あ、モスマンを、さあ、縁が捕まりましたね。縁を、さあ、このいやらしい縁を捕まえられるか。2人がかりです。いや、あー、うまい。見てます、見てます。さあ、バックロータ、バックロータ、うわ、バックドロップ、えげつない強烈なバックドロップ。さあ、あと志賀はなんとかほどこうとしますが、あー、スリーカウント入りました。金丸が脱落。こうなると武井さん、志賀がピンチになりませんか。しかし今度はね、やっぱり手強いモスマンを狙ってるわけですよね。あー、ドロップキックは縁にヒット、ドロップキックは縁にヒット。さあ、リングの中は志賀とモスマン。ニュートラルコーナーに振って、さあ、制御式、あーっと投げつけた、投げつけました、モスマン。この辺りは体格の差が。さあ、そして、さあ、ハーフボストンクラブだ。今ハーフボストンクラブに入って、モスマンもアシストします。コールかギブアップ、コールかギブアップで、あー、ギブアップの声が聞かれました。2人がかりでは仕方がありません。さあ、残り一騎打ちになりました。最初からこのリングの中にいたモスマン、そして3人目に入った淵正信。場内はチーコールです。いや、竹内さん、この最初からいたモスマン、そして3人目の淵、よく残りましたね、最後まで。しかし淵はなんとかここまで勝ち抜けてきたんですけどもね、ここをどうクリアするかですね。これは難しいですね。さあ、スライディングして足を捉えた。ここからはもう誰も邪魔するものはおりません。バックマット、バックドロップ、今日はこのバックドロップが強烈だ。決めに光ります、内政信。馬場さんが見つめています。その馬場さんの前で、この12人参加バトルロイヤルを締めくくるのは内政信か。万全のカバーに入った。おー、返しました。先ほどから再三にわたりまして、カウントが遅いよと言わんばかりに、口が苦笑いをこのザ・デストロイヤーさんに送っています。丸め込んだ、丸め込んだ、スモールパッケージホールド。あと、これはどうだ。微妙です、微妙です。まだまだフォールは許しません。さあ、逆さ抑え込み、逆さ抑え込み。いや、もうこれ25分以上戦ってますから、両者体力の温存具合がどういうものか、ちょっと気になるところですが、モスマン返した。さあ、いくか、フィッシャーマンズスープレックス、ガッチリロックしています。カウントは2。最後まで残ったのはこのフチ、そしてモスマン。頑張れ。おー、今ザ・デストロイヤーさんから頑張れという声がかかりました。あとは若さかずるさかですね。ですね。もうご覧のように肩で息をしております。距離を取って、さあ、最後の力を振り絞って、このバトルロイヤル締めくくれるのは果たしてどちらか。距離を取ります。テイクドロップキック、明るく楽しく、そして激しいプロレスをしっかりと展
開しています。さあデストロイヤーさんの見つめの前で足4の字がために入りました。あーロングブレイク、まだほどきません。今ようやくその足がほどかれました。デストロイヤーさんの見つめる前で足4の字固めを出しました淵正信です。もう一回行くか、足を捉えてぐるっと待った、あとお尻のあたりを蹴った、返す刀で、おっと回り込んだのはモスモンだ、モスモンだ、モスモン回り込んでる、カウント3、カウント3入りました、カウント3入りました。最後に丸め込んだのはマウナケアモスマン、高々と今デストロイヤーさんに右腕を支えられました。12人参加の時間差バトルロイヤル、最後は若さのモスマンでした。ずるさのそしてうまさの淵を丸め込んだのはマウナケアモスマン。12人参加バトルロイヤル2番目、最初からリングにいましたモスマンがこの12人参加のバトルロイヤル見事に制しました。竹内さん、はい、このバトルロイヤルをトータルでご覧になっていかがでしたか。まさに期待通り最高に素晴らしい面白いバトルロイヤルでしたね。そうでしたね、淵が最初から最後まで本当に憎らしい面を見せました、トータルの勝負タイムは29分38秒という長きにわたるバトルロイヤルでした。優勝を飾ったのはモスマン、今そのジャイアント馬場さんの見つめる前で深々とその勝利の報告をいたしました。12人参加バトルロイヤル全日マット初の試みはアウナケアモスマンが制しました。